せーの、マジどうもしらのシルトナチョウナマルトヨナツです。皆さん、リングスパンっていうのをご存知でしょうか？知ってますよ。何ですか？あの、手と手の長さですよね。手と手だけですか？手と手、こう手と手の長さ、手を広げた時の長さですね、はい、あ、そうですね。NBA 好きなんで、NBA 好きなんで、このリングスパンってイコールらしいっていう説が出てるじゃないですか。ああ、確かに。まあまあ基本的にはね、基本的には一緒って言われてるんで、ね、海外の人はちょっとあの、そうだ、NG やな。日本人はですね、日本人のリングスパンはイコールらしいっていうのを、まあ今度は私たち検証していこうかなと。検証動画ということでね、はい、それでは検証し、マンジー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 。まずは誰から測ってきますか？じゃあ私が今達からじゃあ調べる、はい、これ今達の身長は本当は何センチなんですか？76って言われました。本当ですか？だから7メーターか、その巻き尺が、はい、176.8。 176、わー、これちょっと伸びとる。 176.8 と伸びとる。じゃあウィングスパンは 176.8 でないと説は立証されないと。ちょっとお腹出すぎじゃないですか？ついでにウエストも測っときます。いや結構長くないこれ。そっち全部なってます。指先。あ、ゼロどこですか？あ、ゼロそこですね。手が長い。お、でも176.8。176.8。お、ぴったり。えぐっ。えぐっ。イエーイ。じゃあついでにちょっとウエストも一旦測ってもらえますか？まあそのままで服の上一旦ちょっと。いや俺100いっとると思うよね。はい。ああ。ちょっと嫌ですねこれ。いやこれそっとくべきやったな。これ、それ、これ1メーター4。は？104はやばい。104。1メーター4。痩せてください。はい。では続いて、蘭丸氏。まず身長から測っていきましょう。ちなみに身長は何センチでしたか？79.8 ぐらいです。9.8ぐらい。顎引いて、顎引いてください。よし、髪触るよ。はい、にゃよし、179ね。169.8 169.8 と、ぴしゃりですね。引っ張りましたよ。ではゼロに合わさってると、お、待って、これ手が長い。172.1。おお、172.1 と。ウィングスパンの方が高いんで、だからこうしとった方が高い。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいって言って。いやー。身長いくつ？一番のチリが来た。健康診断で 169.7。 お、ちょっと待って、どれ170。まあまあピッタ、170ピッタですね。おピッタ。これより20cm、 25まで身長は伸びるって言うけどね。いや27です。もう26になるんですかね。はい、手広げろ。待って、余計長いよ。長いよ。これ服やない、服。ああ、服か。もうすでに超えとる。はい、ゼロです。はい、じゃあ次いきます。お、のこ、えぐ。176.9。俺より長いやん。え、間違ってない？俺より長い。いや、俺も、これなんか長くない？え？俺より長いよ。NBA 選手になったから。やるスポーツ間違ったな。バスケ説あったな、これは。じゃあ最後に。マグ、最後身長何センチでしたか？身長？この間健康診断上がったで 175.2 と。
でもな、それほぼ顔の長さで補填してるとこあるけんな。わかります。はい、行きます。 175.7。 ああ、そう、75.7 と76万ウィングスパンは彼自信がないようだった。めっちゃ短い、もう相当短い。俺下手したら150ぐらいしかないから。下手すぎるやろお前。じゃあ、はい、ウィングスパン測りますね。はいはい、ゼロあって相当短いと思う。173。あっ短っ短っ、詰められてますね。これはお前らより短いって。いや、頑張りは長くて尻より短い。やば、俺長いね。長い長い長い。終了。まあ結果ですね、まあウィングスパンはまあ人によるっていうことが分かりましたね今回。結局まあ人それぞれのようですね。もう何センチでした、身長とイコールでした。ピッタ素晴らしい。このまま検証、身長も、ウィングスパンも 176.8 で、ウエストも 176.8 とバカ野郎。で、ランマルさんは、まあ、手の方が長いと。手の方が長い、ね、4センチぐらい長いかな。バスケに変えようかな。バスケに変えたら、もしかしたら手癖が悪かった可能性はあるよね。で、シルさんこれは178ピッタ、これはまず快挙で、ウィングスパンが、ウィングスパン176 6.9 ほぼ177.7 7センチ長いな。6.9センチで、まあまあ動画的に言うと妹つはなんかあんま面白くなかった。おい常識人って、常識人ってまあこのパッと見た感じ一番手短そうなのあいつがなんか短そう。確かにね、豚の一番短いやつが黙ってけ、お前どうしよう、これやってる人間が男や。確かに、もしかしたら女の子変わるかもしれない。ちょっと女性、ちょっと欲しい。欲しい。女性のちょっと意見欲しい。確かに女性は、女性のウィングスパンが変わってるかもしれない。それは男女の成長具合っていうのは。そう、確かに。そうこれはもう、そう、一時動画で収まるもんじゃないけど、もう文部科学省にもう提出していいぐらいの資料かもしれない。まあ、マグロ言ったみたいに、ちょっとコメントでね、まあ女性だったり、まあ男性ももちろんそうなんですけど、まあいろんなコメントをいただけると、まあ、ありがたいので、ぜひ。よろしくお願いします。まあまたね、ちょっとこう、ウィングスパン測るときに、まあ、芋立つちょっと太りすぎじゃないかと、ちょっともうなんか出すぎじゃないかと、思った人は、なんでウエスト100ってまあまあやばいよね。まあまあやばい。メタ。まあ、芋立つちょっとメタ持ってるなと思った人は、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方で。なんでか、あと、夏物ドラムのちょっと案件ください。あいい引き手ですね。ちょっと、ドゥーがめっちゃ出たけど、ドゥがめっちゃ出たけど。彼のドゥを変えることができたらすごい宣伝になると思うので、そちらの方もお待ちしております。お願いします。じゃあ次回の動画でお願いします。バイバイ。